チェーザレモーリ、チェーザレモーリはイタリア王国の政治家、シチリアでマフィアに撲滅的な打撃を与えて鉄の知事と呼ばれた。1871年に北イタリアのパビーアで生まれる。生まれてすぐに孤児院に入り、そこでプリーモネルビと名付けられる。8歳の時にフェリーチェモーリに引き取られ、その時にチェーザレモーリという名になる。小学校、中学校を卒業し、 17歳で陸軍士官学校に入学、1897年に除隊、1898年に警察学校に入学し、警察官として働き始める。各地を転々とした後で、1904年にシチリアに赴任、13年間シチリアで勤務し、その後優秀な警察官としての評価を受け、トリノ、ローマで警察署長をし1921年に、 ボローニャ県知事になる。ボローニャ県知事時代には、ファシストと対立し、知事を降りることとなる。しかし、その後かつて対立していたベニートムッソリーニに、マフィア撲滅のため県知事として、シチリアへ送り込まれ、シチリアの実質的な支配者になる。1925年10月に、パレルモ知事に任命され不妊。知事になると山賊とマフィア撲滅を始める。まずガンジ村で、 徹底的に山賊を取り締まった。妻子を人質にして自首させたりもして150人以上を逮捕した。それまで野放し状態であった山賊を取り締まったことで、シチリア人に不可能を可能にした人物と知らしめた。このニュースはイタリア中に駆け回り、イタリアでムッソリーニに次ぐ人気者になったという。さらにマフィアの取り締まりをはじめ、家畜の盗難を防ぐため夜勤を家畜に入れさせ、 これに半死密売をしていた肉屋は厳しい取り締まりを受けた。そうして多くのマフィア関係者を逮捕した。その中には大ボスの美とカッシ唱フェロもいた。しかし逮捕者の多くは下級マフィアで大物は少なかった。何百人ものマフィア要素を逮捕し、モーリの強引な逮捕にマフィアは震え上がった。モーリの弾圧もあってかシチリアの犯罪は激減した。 1925年に268件あった。殺人事件は77件に減り、強盗は298件から46件に減った。その後マフィアも反撃を考え、はじめに、シカゴのマーノネーラが資格を送り込むが、厳重な警備によって守られた。彼のマフィア撲滅作戦によって、マフィアは一時的だが、政治的、経済的機能を失い活動は、 犯罪的なものに限定されたと言われる。しかし、彼の撲滅作戦は法律を無視した、非道な弾圧で、やり方は政治的にも道徳的にも非難されるべきものだった。人間としての尊厳さえ無視され、裁判にもかけられずに投獄された者も,もいる。その後、彼は公平な姿勢を作ろうとし、百二十七年だけで五百人以上の職員を解雇したという。これには、 不満も出た。さらに、シチリアのファシスト党を育てた功労者で、シチリアファシスト党の最高幹部だったアルフレード・クッコ、会院議員をマフィアとのつながりの証拠を集め告発し、クッコを党から追放した。その時、パレルモ・ファッションは解散された。そして、モーリーを中心に、ファシスト党は、シチリアで地盤を固めた。その後、アントニーノ・ディジョルジュ国会議員とマフィアのつながりを突き止め、 報告書にまとめ、ムッソリーニに送った。しかし、リジョルジョとムッソリーニは、かつての盟友だったため、このことで、清掃は避けたかった。そのためムッソリーニは、モーリのマフィア弾圧は高く評価していたが、1929年6月16日に、モーリ知事を解任させた。こうしてモーリは、政治も表舞台から去った。しかし、彼が知事を務めた時期をマフィアは、 毛利の時代と呼び震え上がったという、ありがとうございます。